はい、こんにちは。今日は2021年滋賀県立大学の問題です。問題はこちらです。A、B を実数として、曲線 C、Y イコール X3 乗マイナス AX、直線 L、Y イコール BX について、C と L が3個の共有点を持つとき、丸1、A たす B の値の範囲を求めよ。丸2、2個の共有点において、C の接線と L が直交するときの A の値の範囲を求めよといった問題ですね。まあ、これは、まずこれが3個の共有点を持つということですので、連立して、やっていきましょうか。まあ、まずこれをここに代入すると x3 乗マイナス ax イコール bx になるよと。でこれこっち持ってくるとマイナス bx ですね。イコール0。じゃここまとめると x3 乗マイナス a たす bx イコール0ですよと。でこれは x でくくれるのでくくると x2 乗マイナス a たす b とイコール0になりますよと。これが3個の共有点、つまり3個の実数解持つよってことですね。で1個は x イコール0ですよと。あと2個はここに出てくるんですけども、まあ、これが、実数解持つんであれば、プラマイルート A たす B ですよね。でこれが実数解であるよと。そして0とは別の値でないといけないよと。3個の共有点ですから、これが0になっちゃいけないよと。で、そもそもこれ実数だってことは、A たす B が、0以上である必要がありますよね。そして A たす B が0であると、これ重解を持っちゃうので、3個の共有点にならないので、これ0でないと。つまり正ですね。A たす B を正で取ってあげれば、これで3個の異なる実数解を持つことになりますよ。ということで、括弧1の答えはこれですよと。ということで、まず、丸1できましたと。で、続いて丸2です。2個の共有点において、この3つの共有点のうち2個の共有点ですね。において、C の接線と L が直交すると。まあ、どういう状況かっていうと、ちょっとグラフを書いてみると、まずは C っていうのは、まあ、こんなグラフですよね。この、3次関数ですね。で、これと y イコール bx っていうのが、こう交わっているよと。3個の共有点を持ってますよと。で、1個はこれ0ですね。0。で、あとの2つがこれですよと。ここの x の値がマイナスルート a たす b で、ここがルート a たす b ですよってことですね。で、ってことは、2個の共有点において c の接線、つまり、ここですよね。ここでの接線で、これと直交するよと。あと、ここでの接線で、これと直交するよということですね。こんな風な状況になってますよと。で、ここでの接線もあるわけなんですが、ここでの接線は、まあ、これとは直交しませんよと。この2個の共有点において、接線が直交しますよと。まあ、これをちゃんと示すんであれば、まあ、要するに C っていうのはこの式ですから、これ微分しましょうか。これ微分すると、これが3、x2 乗マイナス a ですよね。で、これに、要するにこの x の値代入してあげれば、ここでの接線の傾きが出ますよと。じゃあこれ代入すると結局2乗ですので、この時のここでの傾きっていうのは等しくなりますよね。ですので、こことここでの共有点において c の接線、これが等しくなるよと。で、これと、あとこれが直交する条件を考えていけば OK と。つまり、じゃあこれ代入してみると、ここでの接線は、三角コプラマイルート A たす B の2乗マイナス A ですから、結局これ A たす B ですので、3A たす 3B マイナス A ですので、2A たす 3B になりますよと。これがこの点とこの点、この接線の傾きですね。この傾きはっていうと、2A たす 3B になりますよと。こっちもそうですね。でちなみにここでの接線の傾きは x に0を入れるとマイナス a ですよと。ここでの傾きはマイナス a ですね。ということになります。ですんで、つまり、ここ、これと b っていうのが直交するよと。つまり、これと b かけたときにマイナス1になればいいわけですね。b かける 2a 足す 3b っていうのがマイナス1。こう傾き2つかけてマイナス1になれば直交するわけですね。ですので、これとこの B をかけるとマイナス1。ということで、これとここの2点での、直交するよと。2点でこの接線の傾きは直交するよってことですね。でちなみに、ここでは、直交しないよということを言うために、ここでの傾きマイナス A に、この B をかけたときに、これはマイナス1ではないよと。ということで、これかつこれですね。この2つの接線で直交して、ここでは直交しませんよということで、2個の共有点において、これが直交するときという条件を表すと、こういうことになりますよと。で、あと、丸1の条件から、これですね。ということで、この3つを考えればいいなと。この A の値の範囲を求めましょうと。で、ここでまずこの条件はっていうと、要するにこれは、
マイナスかけると A たす B が1でないということですね。あ、AB が1でないと。AB が1でないということは、もしこれ上の式で AB を1とすると、ここ1入れると2ですよね、ここ。2たす 3B2 乗。イコールマイナス1になるよと。もし AB を1とするとこうなるよと。で、これこっち持ってくると、マイナス3で3で割れて、マイナス1ですよね。ですので、これは B が実数解を持たないよと。ということで、AB っていうのは1でないと。この式の中に AB っていうのは1でないっていうのは含まれてるわけですね。ですので、これかつこれなんですが、これっていうのは結局この式の中に含まれてるわけです。ですので、まあこれはカットしても OK だと。含まれてるので、これを考えればいいなと。ということで、これとこれを考えていけば OK と。でこの時の A の値の範囲を求めましょうと。で、あとはいろんなやり方あるかと思うんですが、例えばグラフで考えましょうか。これ、A について考えると、こっち持ってきて、マイナス B より大きいよと。で、かつこれですね。これは A イコールの形にすると、B で割って、マイナス B 分の1。で、これをこっち持ってきて、マイナス 3B。で、それを2で割ればいいわけですね。こうなるよと。で、これマイナス、前に出しましょうか。あ、まあ、このままでもいいですかね。こうなるよと。じゃあ、このグラフを考えてあげましょうか。A の値の範囲を求めましょう。じゃあ、これはっていうと、じゃあ、ここの部分 FB とかって置いてあげて、FB イコールこれですよと。で、微分してグラフを書いてみましょう。F ダッシュ B ですね。B で微分すると、B2 乗分の1ですね、ここ。まあ、2分の1は置いといて、B2 乗分の1。で、ここはマイナス3。ですので、2b2 乗分の、1マイナス 3b2 乗になるよと。ということで、これが0になるときっていうのはプラマイルート3分の1のときですね。で、こういうグラフですから、つまりこういうグラフで、マイナスルート3分の1とルート3分の1のときに0になるよと。マイナスプラスマイナスですから、こういうグラフですね。下がって上がるよと。で、ちなみにこれ b が、0ではないわけですね。これ B 分のって形ですので、これ B は0でないよと。あ、ちなみに B が0の時はっていうと、B が0の時には、この直線が Y イコール0になるわけですから、Y イコール0っていうのはこういう、X 軸ですね。こういう直線ですよと。で、これとこの C の接線考えた時、C の接線が X イコールいくつっていう形になって、これが、これ、この C の接線になることはないですよね。つまり B は0ではないよというのは、B が0の時にはこれを満たすものはないよと。これが直行するものはないよということがわかるので、まあ、B は0ではないよという条件で今考えてますよと。で、B が0でない時に、まあこれ微分してってやっていくと、こうなって、じゃああとこれグラフを考えると、どんな風になるかっていうと、マイナスルート3分の1とルート3分の1ですね。で、マイナスルート3分の1、ここに代入すると、これが、ルート3になりますよと。この時がルート3。で、こっち側は、マイナスルート3ですね。で、こうなって、で、この点です。で、下がって上がるよと。下がって上がると。で、これ軸に近づけると、無限大に飛んできますよと。マイナスの方から B を0に近づけると、これ無限大に飛びますよと。ということで、こんな風に軸に近づいていきますよと。こうですね。で、こっち側も無限大に飛ぶよと。マイナス無限大に飛ばすと、こっちは0になって、プラスの無限大になるので、まあ、こんな風になっていきます。で、同様にこっち側もこう、こっち軸に近づいていって、こっち無限大に飛ぶよと。で、あとは B、A がマイナス B より大きいよということですから、今 AB 平面で考えてて、こういう直線ですね。A イコールマイナス B っていうのはこういう直線で、これよりも上側ってことで、こっち側ですよと。この部分。つまり、これが範囲で、A の値の範囲はっていうと、結局、ここですね。A は、ルート3以上ということになりますよと。まあ、グラフを考えてみて、A の値がルート3以上ということで、まあ、こんな形で、例えば、出すことができるのかな、というふうに思います。はい、今回は以上です。ありがとうございました。